やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。スノーボールプレイオンライン、なんとオンラインがあるんです、このゲーム。これはね、多分ビジュアル的には結構悪くない、面白い可能性がかなり高い。なんだ、ちょっとシングルでいこう。アタック、マウスレフト、タブ、水中ポンがタブ、スポーンスノーマンが F。 OK。 多分雪合戦。お、面白そう、普通に。へぇー。え、競技性高そう。はい、スノーボールの、あれ、あれだ。補充もできますよ、と。で、近接攻撃もできます。F で、なんか雪だるまが建てられるんだけど、これを建てることによって何になるの？来たやん。おー、足もめっちゃ速くなる。やりに行くか。ちょっとまずいな、このゲーム。これが最善。まずは足を速くする。これ2倍重ねられたやつ。重ねられはしない。遠距離攻撃に持ち替えて、偏差が意外とさ、雪玉だからさ、弾速遅くているんだよね。当てんのがさ、むずい。しばきあった方が早いんじゃねえか、これ。来た。すげえ、エーペックスの練習になる。これまじでさ、BGM でギリでしょ。これ BGM がマジで、その作品にとって本当に大切な要素の一つなんだなってのを再認識させてくれる神ゲー。なんも見えないもん。フラッシュの息じゃないでしょ、それ。これでしょ。来たね。ボット相手にこれ意味あるのか。強一発60なんだけど、これ装備してなかったら一発これ損じるのと。何なんだろう、差は。いつ終わるんだ。解放してくれ。解放してくれ。おい、2対1やめろ。なんでそんなジャンプできんだお前。でも今すごいよ、雪玉と雪玉がさ、おい、わあ、後ろ脇囲み、脇囲み、脇囲み。ちょっとしばき合いに行ってみるか。今のでダメージは上がったから、これでバットでどんぐらいのダメージが出るのか。相打ちしてるし、45。まあそれは近接の方が強いわ。そのしばき合いになった時ね、カウンターが存在しないんだけど、このさ。なるほどなるほどなるほど、意外と深みがあるな。最初は雪玉で接近、雪玉で接近します。で、ここで変える。くそ。ちょっと待って、マジでレビューが気になる。このゲームの、このゲームのストアページ貼って。レビューが読みたすぎる。何何何何、他のプレイヤーを倒すごとに2点加算され、他のプレイヤーに倒されることで、すべてのポイントを失い、ゲームが終わることはありません。ちゃんと終わんないんかい。危なかった、俺、このゲーム1時間そうだった。すべてのレビュー、70件、非常に好評、頭が狂ってる。どういうことだ。普通の雪玉は当たっても体力5しか削れない。木生えまくってて、そもそも当てづらい。痺れを切らして正面からバットで殴りに行っても、走る速度同じだから追いつけない。敵の巨大雪玉の攻撃をかわしてインファイトを制したものが勝者のはずだったんだが、殺されるとポイントがごっそり減るせいで一生決着がつかん。なんで殺してゲットするポイントより減るポイントの方が多いんだよ。なんだこれは。で、おすすめしてます。あ、やっぱ頭おかしいんだ。やっぱりこういうゲーム買う人って。素晴らしいゲームです。他のプレイヤーを倒すごとに2ポイント加算され、他のプレイヤーに倒されると全てのポイントを失い、ゲームが終わることはありません。それはまさに人生のようです。
崖の端に存在するオレンジの色の穴を見つけたら入ってみてください。無限に落下しながら雪が下から上に舞い上がる幻想的な世界を味わうことができます。俺その世界味わってから終わる。オレンジの穴があるらしい。ちょっとみんなで見つけよう。あまりにも入ってみたくなるようなレビューを見つけました。よく見つけたなその穴。崖の端に存在するオレンジの穴ですか。了解。いや酔うわ、いらないわそのエフェクト。酔うわ。崖の端になるってもしかしてさ、今まったりなとこ行ってけどこっちにも行けちゃうってこと。このゲーム行けちゃうんだ、行けちゃうんだ。ああこっち行っていいのか。どっかでマジでバグりそう。これ競技外じゃないのこれ。これ許していいんだ。登山が始まったんだけど、あさすがにこれより先には行けないわ。崖の端にあるって言うけど崖の端に行けねえんだけど。嘘だったな。何のための嘘だよ。そうだよな、ここで終わるのは逆にないよな。あと少しだけ、あと5分だけ探して。崖に行けるの、あ、なんかあそこら辺っぽくないか。いやーこれどっか進める場所がもしかしたらあるのかな。もしかしたら本当にこのバリアがあるんだよ、このなんて言うんだろう、崖とマップの間に。これあもうこれ前に進めないの。その穴を見つけたのかもしれない。レビューをした人はずーっと張り付かないとな。はい、もうここ壁。これやってることお金もないでしょ。あこれはもう分かる、無理だ。これはもうこの20分間の経験で俺には分かる。これは無理だ。あもうこんな 100% 無理だこれは。あ終わった。俺幻想的な星空見たかったな。完璧にいったねこれは。